270話まで来て驚愕の新事実発覚。こんなんみんなに見られたら最悪ある。 100% 一本ぐそ言われるね。永久脱毛しちゃおうかな。いや、それ永久脱毛で抜けるもんなの？でもこれなくなったら髪編めなくなるし。それで編んでたの。月見ても変身できなくなるし。変身できた！戦闘服着た時ベルトみたいに腰に巻けなくなるしな。戦闘種族とは聞いてたけど、モドホンの方々だったの？もうとてもカグラちゃんと呼べない。カカロットにしか見えない。どうしたらいいの？こうも次から次へと。私は一体この事実をどう受け止めたらいいの？ただいま。カカロット！何やってんのお前。別に。ハンダグレープ飲んだらケツから吹き出してきただけある。ハーフンと歯磨き粉そっちに置いといたね。おい、あと二日酔いの薬買っといたから忘れずに飲むあるよ。あんたらとんでもないもん忘れてってるけど、しかもとんでもないもんに見えるわよ。あとドラゴンボール二つ揃ったらシェンロン出てくるわよ。バレた、もう完全にバレたわよ。あ、私が間違ってた。ありのままの姿なんて目にするべきじゃなかったのよ。よろずやの絆が壊れるところなんて見たくなかった。あいつらこんなもん隠してやがったのか。タグ、俺が気づいていないとでも思ってたのかね。まさか銀さん知っていたの？全て知った上でとっくに受け止めていたというの？おめえらが俺がズラだって気づいてることなんかとっくに知ってるよ。ありがとう、素敵なプレゼント。ありのままの俺を受け止めてくれて。こっちは何に使うのかな。あ、そうか、最近は下の方もめっきり薄くなったから。そうか、こう使うのか。なかなか似合ってるじゃねえか。